6月23日に、原告木野俊樹さん、被告が、当初青林堂、株式会社青林堂および、井上太郎、これに関する名誉毀損、訴訟について、合意が成立しまして裁判が解決しましたので、この件についてご報告をしたいということで今日、記者会見をお願いいたしました。でまず私の方から簡単に裁判の経緯内容についてご説明を申し上げます。でここに裁判の経緯が、時系列的に書いてあるんですが、裁判の背景を一言で申し上げますと、大体私がここに来て会見するとですね、ヘイトスピーチ問題か、上村隆さん問題どっちかということになるんですが、今回ヘイトスピーチ問題絡みでして、今回、被害者となられた、木野俊樹さんというのは、例の大都区会等が行っているヘイトスピーチデモに、反対運動をされていた方です。で、彼は芝北、木野さん、正確に言うと芝北ではないんですが、そういう反対運動ですね、反対運動に参加している人々は、中核派であって、極左、公安対象者なんだという内容の誹謗中傷を受けたと、で本まで出してる。でそれについて名誉毀損訴訟を提起し、和解が合意が成立したということになります。で裁判の経緯はそこにある通りです。2013年の11月12日に発売されたのがこの井上太郎、日本のためにという本で、これはよく売れてる、よく売れてる本なのかな。そういういわゆるネット魅力というか、そういう人たちの中では非常に評価の高い本と、大変な影響力を持っているというこの本だというふうに聞いています。で2014年6月17日に提訴。で井上太郎氏については結局所在がつかめず、取り下げました。で、6月23日合意成立ということになるんですが、裁判の争点としましては、当然名誉毀損訴訟ですので、真実性真実相当性があるかどうかということが問題となります。ただこれ見てお分かりの通り、木野さんが極左公安対象者として写真が残っているとかそういうことは立証できるはずがありませんので、被告側としては本来は真実相当性、すなわち、そういうことを信じることについて相当な理由があったんだ、相当な取材をして書かれたものなんだと、皆さんがマスコミの方が裁判をかけられたら当然そういう反応されると思うんですけども、そういうものがあったんだという主張をしなければならない。でこちらはこの井上太郎さんが法廷に出てきて、いや私はこういう取材をしましたという証言をするのではないかということが期待したのですが、結局何の主張もなく、もうだから全面的に敗北ですね、青林堂の、いうことになって、合意が成立したわけですけど、事実上は青林の方から、合意、和解を申し入れてきたというような格好になります。で、合意の内容ですが、ここに、和解条項案という形で書いてあります。これはまだ原本、製本がまだ出来上がってませんので、条項案を皆さんに公開しましたが、これもこの通りまとまっています。6月22日付裁判所修正案、これ裁判所から出ている文章ですね。その前日に出て、これで内容で成立しています。で、内容としてはまず記事の削除、記事の削除はこれ和解の文書には上がってませんが、事実上これは削除されました。記事の削除というのはインターネットからの記事の削除ですね。それから非常に大きいんですが、謝罪広告ということで最後のページにありますが、お詫びをして、取り消します。局者公安対象者、等々というのは事実と違ったので、お詫びをして取り消しますという謝罪になっています。それから慰謝料、賠償金ですね、25万円、それから改訂版を出すときには記載を削除します。そういう内容で、合意が、まとまり、裁判としては、終結をいたしました。一応内容としてはそういう内容になります。一応ご本人からちょっと、はい、木野俊樹と申します。私は今回の反レイシズム、今、ヘイトスピーチの問題からこう、こういう話題になってますけれども、その今、在特会での、差別行為に反対する行動というのを2013年の2月から始めておりまして、
で、まあ、よくヘイトスピーチの現場の映像なんかがインターネット上で、たくさん見つかりますけれども、そちらで、まあ、プラカードを掲げて抗議をしている人たちの姿がよくすることがあると思うんですが、そういったプラカードを用いての抗議の呼びかけを、行っておりました。で、他にも、まあ、そういった直接街頭で、ヘイトデモに抗議するだけではなくて、東京大行進というですね、差別反対パレードを2回開催しまして、日本の政府にですね、人種差別撤廃条約の履行を求める抗議運動を行っております。で、今回なんですけれども、まあ、井上太郎氏の本の中でですね、まあ、昨日は中核派の集会に参加していた人間で、何か暴力的な、団体に関わりがあるかのような、内容を書かれました。で、こういったまあ、デマというか全く事実に基づかない抽象をされることはですね、井上太郎氏の本に限らず、インターネットなどでも本当に2年間繰り返し、そういったデマで抽象されています。で、私もそうですし、そういった反レイシズムの運動に関わっている人のもう、ほとんどがですね、もう本当に一般市民というかごく普通の、人たちです。何か別にその社会活動家みたいな人たちというわけでもなくて、何かその、まあ特別なことをやってる人ではなくて、ごくごく普通の人たちが街頭に立ってですね、差別は良くない、ヘイトスピーチも許しちゃいけないという、行動をしております。で、ただ、まあ、そういった本当にその辺の人たちがですね、行動しているのにもかかわらず、全くその何か事実に基づかないデマですね、この人たちは過激派活動家なんだ、まあ、そういう公安警察にですね、そうチェックの対象になっているやつらなんだみたいな、ことを書かれると、まあ、全く大変迷惑でありますし、でまあ、そういった、まあ、レッテルを貼られることで、何か危険な人たちが運動をやってるんだみたいな、ことをですね、こう、まあ、本当に信じてしまうような人もインターネットを普通に見てる人がいると思うんで、まあ、大変迷惑ですし、入手がなく感じました。で、まあ、私とかそのヘイトスピーチに反対する、動きへのそういった抽象というのも当然、まあ、迷惑なことでありますし、とんでもないことなんですけども、まあ井上太郎氏の本の中では、まさにその、まあ、特に最近差別の対象になっているですね、在日コリアンの人たちに対する、まあ、全くそちらも事実に基づかない誹謗中傷ですとか、差別的発言というのが本当に、本の中にたくさん記載されております。で、まあ、もちろんその対象がどんな人であれ、まあ、事実に基づかない中傷をしたり、まあ、いけないわけですけども、まあ、特にそれがマイノリティの人たちがですね、相手ですと、全くその反論というのを知らない状況になるかと思います。私はそのマイノリティではない、まあ、本当に多数派である日本人 の、 立場なんですけども、まあ、この矛先が私じゃなくて、当事者、被差別の当事者にも、たくさん向けられている、この、まあ、本の中にたくさん記載がありますけども、被差別当事者にそういった刃が向けられている状況もありますので、まあ今回はその私に対してもですね、そういった、名誉ですとか、デマに関しての訂正をしたということなんですけども、まあ、本当の対象、なんていうんですかね、攻撃の対象になっている人たちにもですね、謝罪してもらいたいというか、反省してもらいたいなというふうに思っております。はい。今ちょっと話も出てきましたが、この聖林堂という会社で、あるいはこの井上さんという人、まあ、まあ、あるいはこれ本当に何が問題かと少し書いておきましたが、一つはそのヘイトスピーチをその煽るような桜井誠さんだとか井上太郎氏のような本を出版している。で、桜井誠さんというのは大特会というですね、朝鮮人を殺せと叫びながら歩くデモの、まあ、指導者ですね。ああいう人たちの本をたくさん出版している。それから実際この本の中にもそこにも書きました、抜きがちましたが、
もうひどい、ヘイトスピーチがですね、ここには引用しませんが、例えば在日朝鮮人問題は単なる密航者が寄生虫として日本社会に食らいつき在日特権と、して生き血を吸っているだけではありませんだとかですね、ひどいヘイトスピーチが記載されている。でかつ、まあ、今回のようにデマを流してその反対運動を貶めていくと、そういう非常に問題のある本だというふうに思っています。で今後についてですが、そこにも書きましたが、被害者というのは木野さんだけではなくて、まあ、このお詫び文の中を見てもですね、まだたくさんいるわけですね。芝北の野間、常の木野運動であるとかですね、まあ、木野平の伊藤運動だとかですね、いろいろ個人名がたくさん出てきてますし、この本、まあ、全体見てもですね、例えば有田よくゴシップさんはどの本とかですね、たくさんデマを飛ばすことによって、反対する人々を、まあ、陥れて、被害者がたくさんいるので、まだまだ、責任を追及していかなきゃいけないという部分、それから井上太郎氏個人についても、この本件について説明、謝罪は全くありませんので、これについても責任を、追及していかなきゃいけない。からまあ、ヘイトスピーチ、ヘイトスピーチ問題について広く訴えていかなければいけないというのが我々の考えです。で今も名前も出てきましたし、ちょっとこのヘイトスピーチ問題前から追及して、この裁判についてちょっと支援していただいてますので、野間康道さん、ちょっと一言。カウンターレイシストアクションコレクティブの野間康道と申します。クラピックと略称されている団体なんですけども、CRAC クラックの団体なんですが、これ2013年9月まではレイシストを芝北だったものです。それが、まあ、カウンターレイシストアクションコレクティブという名前に変わって、今日野俊樹さんもメンバーですけども、まあ路上で そのカウンター抗議活動ですとか、まあ、いろいろその他各種行政申し入れだとか署名だとか、まあ、裁判支援とかそういうことを、まあ、やっている団体です。で、ここに、まあ、芝北の野間っていうふうに名前が挙がっているんですけども、まあ、一言で言うと、この問題のこの記事の、まあ、ほとんどが全部デタラメなんですけど、一番大きな問題というのは、これそのヘイトスピーチ規制法がない関係で、木野さんが自分個人への名誉毀損として裁判を起こすという方、まあ、木野さんあるいは次にもし起こすれば私であるとか、名前が載っている人が個人として名誉毀損裁判を起こすしかないんですけども、この記述の本質は、ああいう抗議活動をしている人間は、例えばコリア NGO センターであるとか在日コリアン青年同盟センターアリアンであるとか、大久保の第二韓国広場ビルという文化センターに事務所がある団体であるとか、そういうような技術で、つまりこれは在日韓国人たちがやっているのだっていうような、印象操作をするというのがこの、記事の最も問題のあるところで、実際のその街頭でのカウンター行動の場所、まあ、ほとんど 99% 日本人主体でやってますので、これ自体、この記述、まとまった記述、それ自体が、排外主義のヘイトスピーチであると、いうことが言えるかなと思います。それで、まあ、在日コリアン青年同盟センターアリランという組織なんかも、まあ、実際には存在しないわけで、はい、こうなんかいろんな文化センターアリランとかいろんなものがごっちゃになっているんですね。それでコリア NGO センターというのは実在しますけど、まあ、ほとんどこの当時の街頭行動には、全く無関係だったわけです。まあ、無関係だったのには理由があって、我々が、まあ、レイシストをしばきたいみたいな形で出たこともあって、なるべくその同社の在日の人と距離を置いていたというか、あんまり迷惑かからないでしようとしてた部分もあって、まあ、とにかくその基本的には全然こういう、例えば民団、総連、あと、韓人会といったそういう在日韓国人朝鮮人の組織とほとんど関係がないんですけども、街頭で自分たちに抗議して、罵声を浴びせてくるのは在日が裏で糸を引いてるんだというふうな記述になっているのが、本質的にはこれが問題なんですけども、これを、今の法体系のもとで、
裁判の訴えることはなかなか難しいというのが、そのヘッドスピーチ規制法がないことの問題かなと思います。まあ、結局こういうような書き口っていうのは、こういう本だけじゃなくてネットの上ではもう非常にありふれたもので、本来はそういうものを気軽にこの匿名で書くで、それがものすごい数で拡散していくことに、そのヘイトスピーチ問題の本質だと思うんですけども、まあ、実際にはこう紙の本になったものについて著者と出版社を訴えるっていうような方法はしか今のところないのですけども、まあ、これが一つの抑止効果になってればいいんじゃないかなとは思ってます。なので、こういう細かい技術の積み重ね、細かいデマの積み重ねが全体のそのヘッドスピーチの蔓延につながるということで、まあ、今後こういうような、訴訟ですとか、もしくは直接的な出版社の著者への抗議ですとか、あるいはメディアに対する抗議ですとか、そういうような形を割と細かく真面目にやっていくようなことが必要なんじゃないかなと思っています。で、今の点で一点だけ補足しますと、まあ、ヘイトスピーチ問題ということを、まあ、ずっとこの 2,3 年我々で問題にしているわけですが、去年、まあ、ぐらいからですね、非常に問題になっているものはもうちょっとヘイトボンと言われるもので、要するに今までインターネットの世界で、まあ、拡散していたヘイトスピーチがどんどんこう出版の世界にこう入り込んできています。もうちょっとスマートな形にはなるんでしょうが、内容的にはやっぱり今申し上げたように、変わらない、そこに書いたような内容になっている。で、例えばですね、それについて、ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会というものがあります。これはインターネットで調べていただければすぐ出てきます。例えばそういったところなんかがですね、ヘイトスピーチの問題と絡めて、この出版の世界におけるヘイトスピーチともどう考えていけばいいのかということを今議論が始まっているようです。もし必要であれば、そういったところの、ご連絡先も紹介しますが、まあ、今野村さんも言った通り、我々としてはこのヘイトスピーチ問題については、インターネットの世界、あるいは、街頭での問題と同時に、この本の出版の世界についても、今後問題にしていきたいというふうに考えております。以上、我々から以上です。どうもありがとうございました。あ、すぐですが、この井上さんとしては何者で、訴訟上は何とかって、ですね、被告として、まず訴えて、ただ送達ができなかったんですね。会社の方に送達最初したんですけども、うちの会社にはいません、まあ、会社というのはセリドーに送達したわけですが、うちの会社にはいませんという形で逃げられて、で何度も求職名はしてるんですが、それに対する向こうの回答は、井上太郎という人物は知らないと。で、1人か複数なのか1人なのかもわからないという内容なんですね。で、実はこの井上太郎氏については、この成林堂は、サイン本を出してるんですよね。サイン本はお前ら知らないって言うけど、サイン本出してるではないかというふうに追求したところ、いや、このサイン本は、見知らぬ人から勝手に送られてきたものだという回答をしてきました。で、まあ、訴訟的にはですね、僕としてはその先ほど申し上げた真実相当性の立証になれば当然証人として出さざるを得ないだろうというような見込みもあったのですが、結局あちらはそういう主張も一切せずに全面降伏しましたので、最終的には、井上さんというのが、まあ、実名もわからなかったと、もっと言えば匿名複数なのかどうかもわからないというのが一応公式にはそういうことです。ただこれもはっきり言っちゃいますけど、和歌の中ではですね、向こうの代理人が、井上太郎氏と接触して、先ほどの謝罪文について連名で出せということをいろいろ説得はしたようです。ただ結局本には出てこず、でツイッターではいろいろ書いてるんですけど、なんかその辺についてなんかありますか？
あ、いや、あの、ツイッターでは、もう、全く反省してないというか、井上太郎のアカウントは、請求額の1割で和解ということは、セイリンドの主張が9割認められたんだなとかっていうようなことを書いてるぐらいで、まあ、匿名をどうしても守りたいということと、まあ、匿名を好き放題いろいろデマを流したいという欲望がやっぱり非常に強く感じられています。で、まあ、これが どの人脈にある人かっていうのは、実は大体は分かってるんですけど、いまいち決めずにかけるというか、引き続き調査を、まあ、クラックの方で調査をするという感じだったと思いますが、まあ、割と年齢の高い、ネット右翼歴十何年みたいな人なのではないかなというあたりもあります。まあ、どうしても日本刀を多くすることに対して、非常に気を使うという神経を使う人を、でそれなりにそういう身元がバレないようにする場合するにはどうすればいいのかみたいなところまで頭が回るような人ではないかなと思います。やっぱ法律家だからちょっとこう考え方違うのかもしれないんですけど、これ本来であれば自分の書いた記事が事実と違いますっていうふうに出版社が謝罪広告まで出してるんだから説明すべきですよね。つまりこれ本当に違うんだったら彼だって謝罪すべきだし、いや俺の書いたことは本当であるんだってなったらもしろ出版社に彼が抗議すべきですよね、というふうに思うので、もうちょっと弁護士的な人で非常に無責任だなと思うんですけど、まあそういう、まあそういう責任を負わなくていいために一生懸命匿名を守っているわけなので、その責任を認めるような人なら別に匿名で言ってくる必要ないわけですから、ただまあ本当にそういう構造の中でそういうデマが飛ばされて、それがこう蔓延化していって社会のいろんな世論の判断を影響して与えてきているというのが今の現状なので、本当に危機的な状況だなって本当に僕なんか強く思っております。他の責任追及被害者もたくさんいる追加請求について具体的な何かその予定がありましたか？これはもう今もう成林堂の方で事実と違うということを認めてるわけですから、ここに名前が挙がってる、まず野間さんですね、それから実は今日そこにいますけど伊藤さんはですね、いう方々については、直ちに、こっちについてもまず謝ってこいということは言っていいのではないかと。 あとその常野っていう人は全く関係のない、常野さんっていうのはちょっと僕も知らない、わかんない、うん、全く関係ないというか、どちらかというと芝木太郎は我々と期待する左翼の方なのでこの人については我々は一切感じしないという、うん、そういう感じですまだね、事故も経過しません。15、3年か。はい、それを伺わせてるんですけれども、今回の出版、まあ、その前から先ほどネットとかで150を超えてくれるとおっしゃってましたけど、今回出版に関しての具体的な住所とか希望とかの聞くのなんていうのかな、ネット上でももしくはその家が上がってて私はネット上に住所と電話番号を公開してるんですけども、もちろん木野俊樹という名前も PM で公開してるんですけども、さすがに家には来ないですし、郵便も来ないんですが、まあ、脅迫電話みたいなのがたくさんありまして、いたずら電話程度のものですけども、殺すぞみたいなものが来たくらいですね。でもあまり逆にその、まあ自分で公開しているので逆にあんまり来ないかもしれない。メールではなくてくらいです。今回の本がきっかけとかそこまではわからない。それ以前からとか、はい、あったんですけども、ただ実際にこの井上太郎氏がその本にまとめる前にツイッターでこの内容を最初に書いてあったんですね。でそれをなんていうんですかね、根拠に通達カタログみたいなことを言っている人は実際ありました。和解は23日付で、これは訴訟ないですよ、そうです、訴訟上の和解という、法的には訴訟上の和解という手続きになります。難民認
何部で、41部です。40で、すみません、長男の合議なのか、分かんないですけど。合議です。合議2部係、ちょっと裁判官の名前、ちょっと申し訳ありません。事件番号申し上げます。26年和の、15404号です。15404です。まあ、若いというのは五条ですけども、こちらあまり譲ってないですね。これは合議とかやったりするんですけど。ちょっと追加というのがありましたけど、今回和解案では、あくまでも一般的なことなんです。ツイッター上に残っているものの、あ、ですね、あのツイッターに書いての主に井上太郎なんですよ。井上太郎は今回の和解に含まれてませんので、あのツイッターについては問題に、まあ、できませんでしたというのが実態だろうと思います。わかりました。なんかよろしいでしょうか。大丈夫です。あの課題報告はこれもうすでに、はい、出てます。あの昨日ファックスも流してますから、こちらにあの出てますので、ぜひあのご覧ください。じゃあ、あとはこれです。ありがとうございました。